皆さんこんにちは、アイムチャンネルのかすみです。突然ですが、皆さん中古車を探すときは何を基準に選ばれていますか？値段？年式？走行距離？それともアフターフォロー？もし今中古車探しでお悩みなら、カローラ福岡認定中古車プラスをおすすめします。カローラ福岡認定中古車プラスとは、カローラ福岡の認めた中古車のこと。徹底した品質管理とアフターフォローが魅力です。今から中古車を探そうとしているあなた、安全安心なカローラ福岡認定中古車プラスについて、ぜひこの動画を見て知っていただき、中古車選びの参考にしていただけると幸いです。それではカローラ福岡が絶対の自信を持っておすすめするカローラ福岡認定中古車プラスが完成するまでの工程をレポートしていきます。まずは車の仕分けからスタート。やってきた車は洗車された後、スタッフによりこれは高品質の商品になり得る中古車か細かくチェックされ仕分けされます。入庫した全ての中古車が商品になるわけではないんですね。次は機能チェック。見事仕分けを通過した車は機能チェックスタッフにより厳しく検査。見逃しそうな細かい傷やボンネットの中、エンジンはもちろんのこと、クーラーやワイパー、パワーウィンドウなど機械的な不備はないか、寿命のあるパーツはその状態や動作、音をチェックし修理した痕跡はないかなど、営業スタッフからお客様へしっかりお伝えできるようチェックされます。そしてトヨタ認定車両検査員にさらに厳しく審査され、車両検査証明書としてお客様にお渡しします。車の状態を徹底調査して公開してくれるのは安心ですよね。機能チェックを通過すると、次は待ってました名物〇〇クリーン、略して〇クリ。これこそカローラ福岡認定中古車プラスの真骨頂。その名の通り、車を丸ごとクリーニングする作業です。〇クリ第1段階、ボディの細部の洗浄をメインとした外装クリーニング。ボディの洗浄はもちろん、なかなかクリーニングしづらいグリルや窓のモール、ドアのパネル周り、タイヤのホイール、そして足元のフロアマットなど徹底洗浄していきます。高圧洗浄と専用の洗剤、高温のスチームを使って丁寧に手作業で洗浄。パッと見て分かりづらい汚れも見逃しません。丸クリ第2段階、ボディ磨きをメインとした外装クリーニング。どんなに大切に乗っていてもボディには鉄粉がついています。触ってザラザラする車は買いたくありませんよね。手作業で丁寧にしっかりと鉄粉を落とし、ポリッシャーでその表面を磨き上げます。外装はこの時点でツルツルピカピカになります。合わせてここではエンジンルームの洗浄も行います。丸クリ第3段階、内装クリーニング。丁寧に室内を洗浄清掃していきます。実際中古車を購入する際、シートの汚れって気になりますよね。カローラ福岡認定中古車プラスは、掃除機で車内を清掃した後、リアシート、ラゲージスペース、内張り、ダッシュボードなどについたホコリを飛ばして除去します。フロントシートは座席を取り外して1席ずつくまなく清掃します。シートは高温スチームで汚れを浮かすと同時に除菌します。そして専用の洗剤とブラシで清掃後、専用洗浄機で汚れを吸引しきれいにします。このように何段階にも作業を分けて奥の奥まで徹底クリーニング。これだけしてもらったら中古車でも何も気にならないですよね。ここまでやるなんて、皆さん安心して購入できますよね。丸クリ第4段階、仕上げ。ドアトリムやガラス類の仕上げ、そしてエンジンルームの内側などの黒いパネルのツヤ出しなどを行います。加えてボディを丁寧にコーティングしていきます。最後に専用の乾燥機と消臭剤を使って乾燥&消臭。このようにして車内の汚れも匂いもくまなく洗浄、除菌、消臭し、ボディやタイヤ、エンジンルームも隅々まで美しく仕上げられた中古車が完成。中古車だからこそ徹底して清潔に仕上げるんですね。完成した車は最後にもう一度検査員に隅々までチェックされ、最後に写真を撮影して商品として世に出ます。このように品質高く仕上げた中古車は、もはや中古車ではなく新しい製品のようです。もちろん
保証もロングラン保証。メーカー年式を問わず走行距離も無制限で1年間の保証が無料でついています。さてさて、いかがだったでしょうか。カローラ福岡が誇るカローラ福岡認定中古車プラス、中古車探しの際は1件、2件、3件の価値あり。ウェブからいつでもラインナップの検索可能です。今すぐ説明文に記載の URL でチェック。ということで、今日の動画はここまで。